エドマンド・マッキル・ヘニー、エドモンド・マッキル・ヘニー、英語、エドマンド・マッキル・ヘニー1815年から1890年11月25日、とは、アメリカの銀行家、経営者であり、美食家、タバスコの公安者であり、同製品の製造を行う、マッキル・ヘニー社の創業者である。ヘイガーズ・タウンに生誕。祖父母は、スコットランド人とアイルランド人の血を引き、 アイルランドのドニンゴール県から移住した移民の出身である。成人し、ニューオーリンズの銀行員として働いた後、彼は銀行を設立する。1859年6月30日に、エイブリー島の所有者の娘、マリー・エイブリーと結婚し、8人の子を設ける。しかし、南北戦争が始まり、ニューオーリンズが戦火に巻き込まれると彼は財産を捨て、 エーバリーアイランドに逃亡する。ここでエイブリーのプランテーションを受け継ぎ、唐辛子等の栽培を始める。この唐辛子はチレタバスコという品種で、タバスコ州に米木戦争で赴いた大役軍人から譲り受けたとも、メキシコの旅人と親しくなり、譲り受けたとも言われる。エーバリー島は現在もタバスコの生産地である。ここは岩塩の産地であり、 南軍に塩を供給している土地のため、彼を含む岩塩業者を北軍が攻撃し始めた。その後、テキサス州に移り南部連合軍の事務を担当し、会計処理の仕事も行う。終戦後に、エイバリー島の家に戻るとそこは、荒れ地と化していたがプランテーションを再建築し、そこで一生を終えた。1895年頃の広告終戦後に戻った荒れたプランテーションに、 偶然、まだ唐辛子が生えており、彼は、鉱物の生ガキにかけるソースが欲しかったので唐辛子を、塩と混ぜた。しかし辛すぎて食用に適さないため上流図につけて、熟成させた。これが、タバスコソースの原型である。彼は、ペティートアンセソースと呼んだが、商品化するときに周囲に反対され、タバスコと名付けた。1868年に販売を始めると、 卸売業者に350本が売れた。1本1ドルと当時としては高値だったが、メキシコ湾沿岸部病中心に好評を白紙1870年に製造特許を獲得する。しかし、タバスコの発明は彼自身重要なこと柄として受け取らず、自伝にも死亡記事にもタバスコは言及されなかった。しかし、第1合衆国義有機兵隊に所属していた息子の ジョンと探検家のエドワードの活躍により、タバスコがマキルヘニー社の主力商品となり、会社はさらに拡大した。日本には第二次世界大戦後にアメリカ軍により伝えられた。ありがとうございます。